どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、桜が降る夜は、あいみょんの2021年の2月にリリースされた新曲いってみようと思います。この曲はですね、もうちょっとで桜の季節ですから、今から練習してね、その頃にはもうバッチリこう決めて歌っちゃいましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はそこに軽やかなビートが加わって、こう躍動感あふれるバージョンでね、かっこいいバージョンやってみたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やってみたいと思ったけど諦めてましたとか、私不器用なんで無理だと思いますとか、ギター買ってやってみたんですけど挫折しましたというそこのあなた、もうどんどんできるプログラムがございます。このプログラムを見て今ね YouTube でねもうやってるんで、もう全世界中の方が何万人もウクレレでも楽しく音楽弾いて歌弾き語りやってますよ。皆様始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。リンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。 YouTube ですから無料ですよ。今すぐ始めましょう。こちらです。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていこう。それでは早速やってみたいと思います。あいみょんの桜が降る夜はガズレレ流シンプル簡単バージョン。やってみます。
あいみょんの桜が降る夜はガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。ああいいですね、こう目に浮かびますね、こう桜がこうチラチラこう降って、まだちょっと肌寒い4月のね、その風景が思い浮かぶんですけれども、これ今から練習しといて、その時には思いっきりこう桜を見ながら歌えるといいですね。はい、思いっきり歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。でもフルコーラス私やってみたいわという方もおられるでしょう。そういう方はですね、コード進行は一緒ですからね、2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を完成させてどんどんトライしてみてください。そして今のガズレレ流シンプル簡単バージョン、動画と一緒になんとかこう一緒に合わせられたよという方、やりましたね。もうこれ、ね、どんどん動画と合わせて練習してください。でもね、その次のステップもあるんですよ。それはですね、皆さんお一人で一人っきりで演奏してみるということです。 YouTube と合わせるんじゃなくてね、その時最初のうちはね、やっぱり楽譜を用意した方がいいと思うんですよね。いずれ覚えちゃって、その桜を見ながら歌えるようになりたいんですけど、最初のうちはやっぱりね、用意した方がいいかなと思って、でね、これからですね、今ね、ガズはこんな風に自分でノートに書いて、これをね、見ながら今歌ったんですけど、このノート自体を今から画面に映してシェアするんですけど、その前にちょっとこれを紹介します。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げてる桜が降る夜はを含む、ガズが書いて書いて書き溜めて、もうほんともう膨大な数のね、手書きノート楽譜の中から、毎月5曲、皆さんがやってみたいな、面白そうだなと思う曲をダウンロードしていただいて、すぐにね、家で練習できるよという画期的なプログラムなんです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、 YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。桜が降る夜はあいみょん。はい。イントロですね。これイントロが、まあこれちょっと短めの表記になってるんですけど、この2ブロックというか、8ブロック分ですね。あるんですけど、ここにイントロフレーズって書いてある。これね、かっこいいバージョンで、ここにね、もう超かっこいい一瞬のイントロフレーズを後で解説します。入れていきます。はい。そしてここ伸ばすとか、ここに書いてあるんですけど、こんな風に映していきます。今日はね、簡単バージョンとかっこいいバージョン、コード一緒なんで、シンプルなコードで展開していきます。これを一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただくか、この楽譜のそのものをガズクラブでダウンロード、先ほど紹介していただいた、紹介させていただいたときダウンロードしてゲットしていただくのもいいと思うんですけど、とにかくね、こういうのがあるといいと思います。これでね、今日一番難しいのここね、B メロの、ここの早口言葉を言ったら、これ1行、たった1行なんですけど、これ言葉のリズムもですけど、後半のかっこいいバージョンではここ、キメを入れながら弾くというね、凄まじいノートルフレーズがこのワンフレーズ入りますんで、これ後でちょっと楽しみにしておいてください。はい。で、こっからサビに始まるんですけど、ちょっとここ見てください。こうなんか、正し書きがありますけど、ここね、構成上ですね、Bメロでサビやって、で、ここ感想のフレーズ、印象的な感想のフレーズがあるんですよね、これ。ここはちょっとどうしてもね、やりたいなと思って、こう感想をやって、またサビに戻るんですよね。で、戻ってきた時には、かっこいいバージョンでは、ここの行は伸ばして弾いて、ここの行はダウンピッキングでという風になってます。今のシンプル簡単バージョンはここだけ伸ばしたという風な感じで、ちょっとね、動画と照らし合わせながら、1回目と2回目とちょっとだけ弾き方変わってるよということでご案内してますけど、歌詞はね、一緒です。はい。こんな感じで写しておきます。はい、今も言ったような構成としては、一回この最初からずーっとこうやってきて、感想をやって、またサビを繰り返して終わったという、そういうシンプルなショートカットバージョンをさせていただいております。さっきも言ったんだけど、ここのね、感想のところがすごくね、印象的なんですよね、このメロディーが。ここちょっと取り上げたいなと思いましたと。で、シンプル簡単バージョンでここを伸ばして弾いて、ここから四つ弾きだったんですけど、かっこいいバージョンではここ、アルペジオでちょっと切なく弾いてみようということで書いております。はい。
これ参考してやってみてください。じゃあ出てくるコードの解説ですけど、この5個なんですよ今日。入門コード5個でこの曲です。嬉しいですね、これ。初心者さんでもいけますよ。コード言っていきます。C と Am と F、G7 と Em7 の入門コード5つです。やったー、これは嬉しいやつでございます。一応紹介させてください。これは入門コードのグループです。はい、これ入門コードといえばこれ、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは何かというと、このウクレレで、ちっちゃいウクレレでね、音楽を始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループをガズレレ必須コードと言っております。入門コードグループ10個あります。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードですから1個ずつ見たらめちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。ここ行ったらね、この10個のコードもうめちゃくちゃスイスイ頭に入っちゃう夢のような動画なんてね、必見ですよ。はい、今日はその中の5個ですけど、まあいずれね、遅から早からこれは覚えた方がいいよということで今日紹介させていただきました。はい、じゃあここから解説、かっこいいバージョンの解説の方に入っていく、その前にいつもガズはこの辺で伝えたいことがあります。それはですね、今のシンプル簡単バージョン4つ弾きで歌、これはですね、このあいみょんのこの歌のメロディーとこの言葉の入るタイミング、これもうめっちゃ絶妙なところついてきますからね。これはですね、よっぽど聞き込んで、リズムこう、4つ弾きでもね、言葉をしっかりこう踏んでいかないとですね、リズム一言ずれただけで歌がずれちゃうんですよ。特に B メロですね、今日は。こう、絵に乗せたい気持ちが、冷たい風に流され、ここの男のこの、こう、絵に乗せたい気持ちが、冷たい風に流され、この辺の拍とか、このリズムと言葉のこうタイミングと、あとメロディーもね、まあ絶妙なかっこいいところついてきますね。とにかく聞き込んで、まずは歌をがっちり掴んで、この後か、後半のかっこいいバージョンの練習に入っていくのをおすすめします。はい、そういうことでかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンではですね、コード進行で一緒なんです。つまりやっぱ弾き方がちょっといろいろ展開してくるぞということで、弾き方をご紹介します。今日の弾き方はドン !8 ビートのチャット、カッティングが出てきます。かっこいいバージョンでは。はい。8ビートのチャットね、カッティング、一応、まず最初にじゃあこの弾き方の動画がもうあります。ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から8ビートのチャ、カッティング、それぞれね、濃厚解説動画が、アップロードされておりますので、そちらの方でやったことないよという方はしっかりリズムの練習してほしいんですけど、ちょっと紹介しましょう。8ビートのチャっていうのは、ドン、チャット、チャット、ドン、チャット、この、チャ、これで打楽器の要素を加えた。ドラムを再現してるみたいな、こんな感じでいつもね、ご案内してますけど、その動画でも言ってますけど、こういうのをストロークって言うんですけど、このストロークは基本的には8ビートというのがこう基本的になってて、それができるようになってから8ビートのチャ、動画内でも説明していますけど、ちょっとね、これからじっくり取り組んでいく、もう基本のリズムになってますんで、ぜひ取り組んでください。で、今日ね、まあ一番難しい、さっき言ったけど、B メロでこのカッティングを使いたいんですけど、まずちょっとここからご案内しようかな。これはね、やってみましょう、とにかく。1、2、3、4、声に乗せたい気持ちが冷たい風に流され、分かったですか、タッツタッツタッタッツタッツタッて、こう3連のフレーズ、3連の決めなんですよ。ゆっくり分かりやすくやってろです。ダッタ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 、これでいくと AmAmAmCCCFFFG7G7G7、 1個のコードにダッタッタってこの決めを入れたい。これ歌わずにやるとこんな感じだと思うんですけど、よく見てください。この、わかる？ここね、弦に指、左手をちょっと触れて、その時に、カチャって鳴らしてるんです。はい。このコード進行通りにやると、これを早くやってます。せーの、声に乗せたい気持ちが冷たい風に流され、タッツタッツタッタッツタッツタッタッツタッツタッタッツタッタッ、カッティング、ダッタッタッタッツタッ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 、はい、こういう風に印で表すとこうなります。丸と×でしょ、丸バツバツ、丸バツバツ、丸バツです。ダッツタッツタッツ、これ繰り返し、ダトとタトとタト、こんな感じ。これを早くやる感じね。はい。
これはですね、このリズムがここで、まあ、まず乱れること間違いなしですんで、まあ、じっくりこう体でリズムを取りたいんですけど、これは相当脳トレポイントで、しかも、あいみょんさんのこの歌の入れ方もね、ここ一番難しいですよ。こう、絵に乗せたいですからね。絵から始まる。こう、絵に乗せたい気持ちが、冷たい風に流され。はい。この後も、ざわつく川沿いをなぞり歩く。この、ざわつく川、ここがだん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 、Aマイナー見てください。ダダダダって書いてあるでしょ。このざわつく川沿いをなぞり歩く。ここです。ここのね、B メロのこのフレーズのところが、まあちょっと今日は一番悶絶ですね。ちょっとね、A メロの最後からちょっと流れでやってみましょうかね。危険な道、肌進みたくなる私。だけど声に乗せたい気持ちが冷たい風に流され、ざわつく川沿いをなぞり歩くという感じです。これね、ほんとこれ特にこの3連のところめちゃくちゃ速くなりがちなんで、ガズもちょっともう相当ブレーキをかけてるつもりなんですけど、思わずゴロ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 ね、前傾姿勢になっちゃうような感じなんですけど、まあそこもまあ味っちゃ味なんですけど、まあなるべくリズムがキープしておいた方がいいと思うんですけど、とにかくこのカッティング今日一番ここ難しいかなと思いつつ、実はもう一個面白いフレーズを用意いたしました。はい。それ以外のところは結構シンプルで、さっきもちょっと、ご紹介したんですけど、感想があるじゃないですか、印象的な感想。あそこでアルペジオ、あ、アルペジオがあったの、アルペジオ。でん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 。これはね、なんか弾きたい。アルペジオ。ちょっと忘れてました。アルペジオもね、弾き方加わってました。さっきのリズムいろいろのところに弾き方解説あるんで、ちょっと巻き戻ってみてね、リズムのいろいろ解説のところからちょっとアルペジオ練習してみてください。で、そっからまた8ビートに入っていくというような、こうドラマティックなちょっと展開があるんですけど、先ほど言ったようにね、今日一番難しいポイントかと思ったとは B メロより、ちょっとね、面白いフレーズ、これから紹介しましょう。これ、イントロで一瞬フレーズが入るんです。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。口で言うと、つくたれれ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 、こんなフレーズが入る。ちょっともう一回わかりやすく弾くと、こうやってアレンジしてみました。これはね、イントロのね、このギターのカッティングのフレーズなんですけど、これを再現してるんですけど、できれば、スライドっていうプレイをしたいんですけど、ちょっとこれタブフ見せる。タブフ。まず。はい。まず最初、バツが2個書いてあるでしょ。それは、チャカ、カッティングです、ただの。チャカって書いてあって、1弦と2弦の10フレット。こんな風に押さえるのがいいと思うんだよね。10フレットと、10フレットと、10フレット、10フレットと、その次、12フレット、12フレットと、10フレット、10。これ、ダダダンって感じ。こんな風ですね。なんだけど、これをですね、スライドでやりたいんです。ダダン。わかる？音わかった？で、これね、エレキギターとしてと音が伸びないんで、ダーラーってやって戻るときは、10のときはもう一回弾いてもいいと思います。今みたいな感じ。10フレットでこう、こういう風に2つ押さえといて、これをずる、ずるってこう音をね、伸ばす。こんな感じ。大げさにやると、こんな感じね。ジュルーンって。はい。こんな感じ。これを早くやるね。速度が速いんでね。こんな表現ちょっと難しいかもしれないんだけども。ゆっくりやりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。今みたいな感じ。つくたれてん、つくたれてんって感じ。これと同じことを、今度1弦の3、3。1弦2弦の3フレット、3フレットと、1弦2弦の5フレット、5フレットで。これ。これをゆっくりいくと、せーのー。こんな感じ。指はね、薬指か人差し指かどっちかみんなお好みかな。で、親指でこうグッと押してやる感じ。スライドの時は、こうグッグッグッってこういう風に、こういうこと。はい。もう一回、せーのー。今みたいな感じ。これを早くやりたいんだよな。もう一回ゆっくりやる。せーのー。はい。これをちょっと入れてみましょう。ちょっと普通のテンポでちょっとやってみるか。トライです。ワン、ツー、スリー。こんな感じで入っていく。
ぜひ、トライしてみてください。難しかったらこれね、本当にイントロのド頭だけど、一瞬なんでね、まあまあちょっとお時間ある方、こういうのもあるよということでご紹介させていただきます。はい。そうは言ってもこの曲はですね、まあ本当シンプルでストレートで、コードもね、入門コード5つで終わるし、リズムもですね、こう8ビートがゆったりした感じなんですよね。ドライブ感もあるけど、結構こう落ち着いた8ビートで、十分このムードを出せるかなというふうに思いますけど、やっぱ B メロがちょっとこれすごい悶絶レベルなんで、本当これ難しいなと思ったらもう普通に8ビートでやっちゃってもいいと思いますけど、まずはね、まず曲全体を8ビートで演奏して、で、まあ慣れてきたところでこのカッティングとか、タッ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 ちょっと挑戦してみてもらいたいなと思うんですけど、まあ本当全体的には本当ゆったりシンプル曲です。はい。思いっきりそのサビのメロディーとかもう一回聴いたらね、もう何回も口ずさんじゃうような、そんな感じの曲です。これから季節、まさにこれから春になっていくとき、これを歌いながらね、徐々に感じる春を感じる。もう最高だと思いますよ、皆さん。思いっきり歌っていきましょう。それではやってみましょう。あいみょんの桜が降る夜はガゼレレ流かっこいいバージョン。やってみる !1,2,3,4。桜が降る夜はガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。イントロがね、つくちゃらんちゃららん、あそこがかっこいいんですけど、あれなかなかウクレレで再現するのはね、難しいですけど、まあまあ、時間ある方はやってみてください。他はさっきも言ったんですけど、ほんと結構おっとりしたっていうかね、ゆったりした8ビートのチャですので、初心者の方でも8ビート入門に、ちょうどいい練習かなと思います。ただし B メロを除いてですけどね、B メロもだから最初のうちは8ビートで、演奏してしまっても全然、それでもね、十分かっこいいと思いますね。とにかく気持ちよく、サビの気持ちよさはね、もう格別ですから、思いっきり歌っていきましょう。お知らせです。今使っているこのガスのわがままウクレレとか、これリーズナブルで使いやすい、ガズの初めてウクレレ現在販売中と予約受付中でございます。あとそれとこれもねお知らせしてます。弦が発売されておりますよ。ガズレレジャンと G ラボンの柔らかいウクレレ弦チューナーなんかもあります。そんなね、ちょっといろんなね、情報、もういろんな情報ここにまとまってます。ウクレレなんかの情報、ウクレレや弦やチューナーの情報、ここにひとまとめにしてるんで、ぜひご覧になってくださいませ。はい、皆さんこの音楽をやる楽しさ、今度は周りの皆さんにもシェアしてあげてください。このガズレレ YouTube チャンネルもご活用よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズレの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、
ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所というもう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。